2ラウンド KO、 もしかして終わったの試合。え、終わったの。なんだっけ、え、マジで井上尚弥、井上尚弥なんか前も早く終わりすぎて実況の人困ってなかったっけ。もう終わったの。強すぎだろマジで、あの人。そう、そうなってくると一番不安になってくるのはドネアって強いんじゃないのっていう。報告、レプリケーターを輸送中です。レプリケーター接近中。なんかかわいそすぎない？井上尚弥が強すぎるはずなのに、なんかいつもあれだよな、コメント欄とか見ると相手がどうたらこうたら言われてるけど、絶対井上尚弥が強いだけでしょ。次行っていいですかね。もう井上尚弥と一緒に俺もノックアウトしたわ。俺はドネアだった。全階級最高ランク3位。なんか俺あんまりそこが詳しくないけど、めちゃくちゃ強いってことだけは知ってるわ。なんか切り抜きかなんかで見たわ。マジで強いんでしょ。っていうかなんかさ、あんだけなんかラウンド数が多くてずっとパンチ繰り出してんのすげえなと思うわ。そもそも体力があんな動けないでしょ普通。で買ってみてくれ。よし、とりあえずまずモンキーさんとあれに出よう。なんだっけ、今回のチャンピオンを紹介します。ボディーマッスルのやつ。敵を発見したらしっかり仕留めなさい。あのコンテストなんだっけ、まずあれを目指すって話してたよね。あれで体を作ってから最後に井上尚弥さんに戦いを挑むと。キルトが飛ばされないようにね。あとフィジークだ、フィジーク。もうなんか手が速そうでさ、なんか気絶したことすら覚えてなさそう。気づいたらベッドの上にいそうだ。進化シールドを発見、レベル2だ。気持ちよさそう。井上尚弥のパンチ気持ちよさそう。なんか痛いとかじゃなくても気持ちよさそう。気づいたら眠りについてそうだしな。いやー聞くだろ不眠症に。多分もうスッと行く多分。ああ、なんかそれ見たわ。グローブになんか入れてんじゃねえか説って言われて疑われたやつ。あまりにもパンチ力ありすぎてグローブの中に石とかなんか仕込んでんじゃねえかみたいな。なんか昔結構あったんでしょ、違反でグローブの中に石とか詰めてるやつ。結構えぐいやつ。そう、オフライン検証されてた。チーターなんじゃねえかって。パンチ力ありすぎて。
なんかでもあったな、なんか昔の対戦相手のやつ、すげえ気持ちよかったわ。あんな綺麗にパンチ入るんだなと思って見てた。ボディとか。マジ痛そうだった。まあ才能とかもあるんだろうけど、めちゃくちゃ努力してんじゃないかな。当たり前だけど強えってことは。なんか基礎の部分がすごくない？あんなにパンチ出せんの、まず俺そこだと思います。パンチを見切ったりとかそういうのとかも才能とかなんだろうけど、そもそも穴を上のがすごいわ。すげえ走り込んでそう、マジで超えぐい練習してそう。これでテンションも上がるだろ。なんかでもキックボクシングとかそういうのボクシングってなんかあれなんでしょう、すげえストレス発散できるんでしょう。あの対戦するんじゃなくてなんかこう練習とか入会する人いるやん。ちょっと楽しそうだなと思ったことあるわ。ミッド打ちみたいなやつ難しそうだけど、やったことない人だったら難しそう。そもそもミッド打ち自体が多分あれ俺の想像だとミッド打ち自体も上手くないと多分手痛める。キックボクシング入会して配信しようかな。キックボクシング配信しようかな。てかさ、声がかっこいいやな。からさ、打ってる時のエアーみたいな言わない、みんな超かっこいい。